の下の人も見てないの？下見た。続いてのセッションは、株式会社ポーラ代表取締役社長の及川美希さんです。思い通りにいかないくすぶる日々、そんな沈んだ心を救い、社長まで上り詰めさせた意識変革のきっかけとは何だったのか、自分を乗り越える。顔が違う。顔が感じた気持ちが。どうしたの？別に行ったの？若い頃、人が違う。そこまで。インタビューを務めますテレビ東京アナウンサーの福田のり子です。よろしくお願いいたします。まず簡単にご紹介させていただきますと、東京女子大学を卒業された後、1991年にポーラ化粧品本舗、現在のポーラに入社されました。2020年1月にポーラ史上初の女性代表取締役社長として就任されています。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちょっと意外に思ったのは、ポーラでも史上初の女性社長となるんですね。そうですね、私の前で取締役の方は何人かいらしたので、はい、実は社内ではあんまり珍しがられてないんですが、日本の、国内化粧品メーカーというところでは多分初めてなんですね。だからちょっと珍しがられています。化粧品会社といいますと、はい、イメージとしては女性の方が社員の割合というのは多いのかなと思うんですが。そうですね、販売を担う販売職の社員は圧倒的に女性が多いので、弊社でも今の社員の男女比でいうと女性が7割、男性が3割なんですが、実は企画職というんですかね、はい、一般に総合職と言われる人間でいうと男性と女性はちょうど半々、採用も 50%50% でやってますので。そうなんですね。その中で女性社長として今のポジションを築かれていると お伺いしますと、なんとなくもう順調な順番にキャリアを築かれているように思えてしまうのですが、実はいろんなことを乗り越えて今のポジションにいらっしゃるということで、そういった乗り越えるをテーマにお話を伺えればと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ぐっと遡りまして、はい、生まれは宮城県にいらっしゃるということで、どのように過ごされてたんですか？そうですね、宮城県の石巻市という三陸の震災で有名になってしまったんですが、そこの出身なんですが、もともと父はサラリーマンをしていて、転勤族だったんです。東京、静岡、埼玉県の当時は浦和市にいて、私が小学校2年生のちょうど冬ですかね、3年生になる時に脱サラをして、父と母のふるさとが石巻だったのでそこに戻った。もう親戚一同全部石巻市にいますので、なんか帰ったという感じですね。そこから高校卒業まで石巻にいました。学生時代というのも壁は何か考える？そうですね、家は商売をしていたので、商売ってやっぱり浮き沈みあるじゃないですか。なかなかやっぱり経済的にはすごいどん底ではなかったですけど、やっぱり兄弟が3人いて、私と妹と弟というのがいて、やっぱり誰かを東京の大学に出すとか、あるいは仙台もそうなんですけど、大学に出すっていうのは結構ハードルが高くって、一番最初に壁を感じたのは進学のチャンスというものがどこにあるのか。弟はおそらく当時は男の子と女の子の差がやっぱり激しかったので、高等教育まで受けるんだろうなという、大学教育まで受けるんだろうなというのがあったんですけど、私が出ちゃうと妹にもチャンスを与えなければいけない。で当時、うちの弟は少しとある事故で体を悪くしてまして、入退院を繰り返していて、経済的にもちょっと不安が山ほどあったので、大学に行かせてくれというお話をした時に、まず奨学金を取ること、それから東京の大学に行くのであれば、仙台の大学ではないレベルの大学にまず行くことみたいなところで、すいません仙台の
仙台には東北大学というすごいところがあるんですが、国立大学に入るのはちょっとハードルが高かったので、まあ、東京の私立というところで親にお願いをしたら、そこのハードルを超えろと。で、まず、そして、女の子なので女子大であることで、自分で何とかすることっていうことを言われて、まあ、女子大ならというところで、奨学金を取るなら女子大なら、自分で頑張るなら、自分で頑張って生活するならですね、そういうハードルを与えられました。学生にしてはかなり厳しいハードルに感じますね。そうですね、実は大学受験の、まあ、塾代も自分で何とかしなきゃいけないし、要は受験をするにも願書をやるのになんか、ね、手続きのお金も結構かかるし、東京に受験に行くだけのお金も大変なので、まあ、アルバイトをしてそれを稼いで、まあ冬季講習とかぐらいは行けたんですけど、予備校とか塾とかはもちろん行けないので、学校の自習室で夜遅くまで無視になってました。それだけ苦労してもやっぱり東京に行きたかったというのですね。やっぱりまあ、少し経済的な理由もあって、こうやって働いて働いて自分の望みを叶えるためには働かなければいけないってなると、やっぱり主体的経済力を持つためにはまずそのチャンスを自分で掴まなきゃいけないなと思っていて、まあ、当時は田舎者でしたから、東京行けばいろんな可能性が広がるだろうと思っていました。まあ私が大学に入ったのはすでに35年ぐらい前なんで、女性といえば、うん、まあ、結婚して子供を産んで、専業主婦になるという道が一番多かったんですが、とにかく一生働きたいなと、やっぱり目的は主体的経済力ですから、一生働くためには学校の先生になるか、一生働ける仕事に就くか、何かの資格を取らなければ、もう下調べも何もなく単純にそんなことを考えています。それだけ努力されて結果東京に。そうですね、無事に親の指定したいくつかこの大学なら行っていいよという大学があったんですが、そこの一箇所になんとか滑り込みまして、まあ、アルバイトと、まあ、奨学金とでなんとか無事4年間を過ごすことができました。それでも4年間も大変そうですね。でも時はバブルだったので、アルバイトの時給もそこそこ高かったですし、仕事には困らなかったので、まあ、楽しく過ごしましたが、とにかく働きました。朝から晩まで。もうその頃からもう働くというのが習慣になって。そうですね、やっぱり働けないって辛いんですよ。やっぱり私はそれこそ、働くっていうことが自分の選択肢を広げる唯一の方法だったので、当時は。なのでやっぱり働けない苦しみよりも働けるありがたさの方が当時はね、今もですけど強かったですね。そういった思いもありながらポーラに入社されて、はい、ずっと順風満帆ではないということですね。そうですね、なんか多分サラリーマンの方が普通に、体験するネガティブなこと、例えば、意に沿わぬ移動とか左遷とか昇格試験に落ちるとか、いろんなことあるじゃないですか。それは大体体験しました。そのあたりちょっと詳しくお伺いしたいと思うんですが、はい、私自身の話で申し訳ないんですが、けれども私も今30歳になって結婚したばかりなんですが、周りの話とかも聞いてると、結婚出産で自身のキャリアが分断されてしまうことへの恐怖を感じている人が多いなというのは思うんですが、そういった部分っていうのを感じられましたか？そうですね、もともとの目的が一生働くだったので、大学で奨学金を結構もらってましたから、返済期間を考えると41歳までは最低働かなければいけない。で、私が親にわがままを言って無理言って出てきた東京での生活のために借りたお金を、なぜ結婚した、ね、夫になる人にのお金で払うんだろうっていうのが私の中の疑問の一つだったんです。あくまでもそれは私の、記
希望で望みである意味エゴだったので、親に無理ってね、来てしまったので、なのでとにかく奨学金を返済するまでは働き続けようというのがあったので、まあ、化粧品会社で当時から、まあ、男女の総合職という採用をもちろんしていましたし、男女比で多分半々で採用していて、私が入った時から、まあ、結構50代とか40代の女性が働いてる会社だったので、ポーラを選んだというのもあるんですね。ただやっぱり主流だったのは結婚退職、出産退職っていうのはまだまだ主流だったので、まあ、その中でどういうふうに自分のキャリアを作っていくかっていうのは一つの課題ではありましたと思いながら、もう24歳でとっとと結婚しちゃうんですね、割と思ってたより早く、はい、そうですよね。で28歳で出産をしてしまうということ、はい、その結婚を機にいろいろ変わっていくということですね。そうですね、24歳、まあ、結婚をしたのは26、ごめんなさい、24で結婚を決めた時に上司にたまたま本当に同じチームの、まあ、斜め前の席に座ってるぐらいの一つ上の先輩と結婚することになるんですが、上司に2人で言いに行くんです、結婚することになりました。そしたら、まあ、もちろんおめでとうという言葉もあったんですが、最初に出てきた言葉は困ったなと、今ではそんなこともちろんないんですが、2人を同じ部署に置いとくとみんながやりにくい、だからどっちかに移動してもらわなきゃいけないんだけれど、その上司はすごい正直な方で、僕は彼の方にいてほしいんだよってはっきり夫にいてほしいと言われて、はい、じゃあ私いらないなんて言われたことはなかったんですけど、勝手に私いらないんだって思っちゃったんです。そう思ってしまいますよね。思ってしまいますよね、はい、で普通だったら、まあ、仕事しやすいように女性を残して、その何が普通なのかもわからないですけど、ね、男性の方が移動していくっていうのがなんとなく当時の慣習だったので、逆に私じゃないんだっていうところをまず思って、まあ、そりゃそうですよ、夫になる人の方が1年キャリアがあって、その部署では少し重要な仕事をしていたので、まあ、当然ではあるんですけど、あ、負けた負けたわけじゃないんですけど、選ばれなかったっていうところがあって、当時販売会社に出向になるわけです。私がで、まさか移動って言っても他の部署だろう、本社のどこかにいるんじゃないかと思ったら出向だったっていうので、これは本格的に私いらないのではないかと思ったんですね、はい、でそんなことはでも実はなくて、移動を言い渡された時に出向先のその販売会社の社長から、及川さん来てくれるの、よかったよ君でって言ってくれたんですよ。あ、嬉しいですね。そしたら一気に気持ちが、あ、出向ってちょっとショックで、同期からは出向するのプライドないの、私だったら辞めちゃうみたいなことを言った人もいる、あ、でもほとんどの同期は頑張ってあなたならできるって言ってくれたんですけど、 N イコール1ぐらいはやっぱりネガティブなことを言って言う人もいるので、その言葉にちょっと傷ついたりしながら、あ、やっぱり私はなんか違う場所でこう選ばれなかったんだみたいなことを思ってたんですけど、その時の出向先の会社の社長が君でよかったって言ってくれた一言にすごく救われて、じゃあ頑張ってみようと思っていきました。まあ、なかなか仕事は大変だったんですが、やっぱりなんかやるべきことがたくさんあったので、住めば都でその中で頑張り続けるということができたんだと思います。でも環境は良くて、はい、出向先だったので小さい会社だったので、まあ、それこそベテランの女性社員、まあ、事務の女性だったんですけどたくさんいて、お子さんを持ちながら仕事してる人もたくさんいて、その後28で子供を産むんですが、ある意味本社よりも出産育児の環境が整っていて、みんなでサポートしてくれるんですよ。だそういう意味ではある意味ラッキーだったのかなと思って、望まずに行った出向だったけれども、周りのみんなでやっぱ小さい組織だったので助け合う精神があって、なんか一人一人の役割がすごく重要視されて、そうすると、あ、会社の大きさとか本社だとか出向先だとかそういう肩書きみたいなことにとらわれるよりも、今いる場所で自分にとってベストな場所が与えられたんだと思うとすごく幸せでした。結果として何年間？17年もいると思いました、出向する時。いや、思わなかったです。やっぱり
ある程度落ち着いたら本社に戻るだろうとか思ってたんですけど、自分としても居心地が良くて、で子育ての環境とかも先輩ママたちがたくさんいたので、いっぱい皆さんサポートしてくださって、でポーラはポーラと契約してる個人事業主がたくさんその地域にいるので、その方たちも大体働くお母さんなんですよね。なので職業と母親業の先輩たちがたくさんいて、やっぱり理解がものすごくあったんです。だからとても恵まれてました。そういうとても働きやすそうですし、もう私たちのテレビ東京も先輩ママっていう存在が大きいので、とても働きやすいと感じるんですけれども、はい、きっと羨ましいなって思ってる方もいらっしゃるんじゃないかなって思います。そうですね。でも先輩ママっていうのは自分が見てきた道なので、すごく理解はしてくれるんですけど、甘やかしてはくれないんですよね、はい、これぐらいやって当たり前でしょみたいな、働くママセオリーみたいなのがあるので、なんかその中で揉まれた部分もたくさんあります。そうなんですね。でもその中でとてもいい環境で、そうですね、これででも17年で助手校は終わるということなんですね。はい、そこまでには何が、はい、実は子供を28で産んで、まあ出向先のいろいろ会社の統廃合とかもあって、最終的にはその出向先は、組織再編の中で、まあ、本社の、一組織として統合されるんですが、まあ組織が変わるって結構大変なので、いろんな仕事が増えてきて、まあ、その中で仕事の量もありますし、責任も30過ぎると増えてきますよね。なので子供を預けながら、まあ、それこそ昼夜を問わずなんていうと今の時代にはそぐわないのかもしれないですけど、当時はねやっぱり家に持ち帰ってまで仕事をするみたいにしてたんです。そうすると結構頑張ってる感出ちゃいますよね、うん、やっぱり仕事に慣れてくる段階じゃないですか。年齢もそうですし、もういろんなことが見えてきて、後輩も増えてきますし、自分なりに責任を果たそうというつもりで、まあ、子供にも我慢をしてもらって、夫にも我慢をしてもらって、いろんな人にも我慢をしてもらいながら、でも私は頑張ってるっていう形で仕事をするんですね。で小さい組織ですから、ちょっと幸せな誤解をして、私がいないとここ回らないみたいな感じで結構生意気になっていくんです。まさに30過ぎぐらいが一番こう天狗頑張ってる、自分の中でももう誰よりも仕事してるみたいな気持ちになって、本当に天狗になってた時期、お山の大将になってた時期がありました。それでも仕事はうまくいってた。そうですね、やっぱりスキルも上がりますし、チームも上がります。でもちょっとよろしくないのは、自分のやりたいことを後輩たちに押し付けて、後輩たちがアシスタントみたいになっていくんですよ、自分の。はい、及川のやりたいことを実現する人みたいになってしまうので、うん、ちょっとやっぱり自分では良かれと思ってやっているのに、なかなかそこがこう歯車が合わないというか、うん、もう本当にいいメンバーに恵まれたので文句一つ言わずにみんなやるんですが、ますますそうなると私のお山の大将っぷりが上がるわけですよね、うん、周りから何か言われたりっていうのはあるんですか？実はそこまではなく、本当に及川さん頑張ってる、子供を預けながら頑張ってるよねみたいになっているので、すごくそういう意味では周りの人たちも認めてくれて、じゃあ私たちサポートしますみたいなことを言ってくれてるんだけど、ずっとそれに甘えてました、はい、そう。なので一つ昇格試験っていうのが大体30代半ばぐらいにあるんですけど、まあ、受けてみないかっていう声がかかるわけですよ、頑張って仕事もしているので。でそうするともうお山の大将になってる時期ですから、それで受けるんですね。そうすると私は子供も預けてると、20代の時から出向して、現場で頑張ってる、まあ、本社の人には分からない苦労をしてるみたいなことを思ってしまって、周りの人からもこう
耳障りの悪いことは言われない、聞こえないことばっかり言われるわけですよ。お母さん頑張ってるよね、あなた受けたら絶対受かるみたいなことを言われながら、ちょっとお山の大将になって受けるんですけど、まあ、その時に私が書いた論文っていうのは、現場はこうだで、私は頑張ってる、いろんなものをここまで努力してきたことを成果として認めてほしいみたいなことを書くんですけど、まあ落ちるわけです。1年目の昇格試験、課長昇格試験なんですけど、落ちてしまうんですね。で、弊社の場合は受かると合格理由は誰も言ってくれないんです、はい、総評っていうようにしてくれないんですけど、はい、落ちるとすっごい総評が細かく返ってくるんです。ちゃんとフィードバックがあるんですね。フィードバックがすごくあるんです、落ちた場合で、まあ、人材育成だったんですよね、今思うと。そうするとそれに結構辛辣なことが書いてあって、自己中心的だとか、はい、この人は自分のことしか書いてないとか、過去しか見てないとか、なぜ彼女が昇格試験受けようと思ったのかわからないとか、視野が狭いとか、かなり辛辣ですね。辛辣です。もう若かったですから、分かりやすくショックを受けまして、会社は分かってくれない病にかかりました。あ、ちょっとそうぐれちゃいました。そうぐれちゃったので、子供を預けながら誰よりも時間を使って仕事をしていて、まあそんなに大した成果じゃないんだけど、自分の中で満足できるレベルのことはやってると。でも本当は成果出てないんですよ。プロセスで満足してただけだったんですけど、頑張ってると。会社は分かってくる。やっぱり出向してると損だとか、上司がサポートしてくれないからだとか、会社は現場を見てないからだとか、他人のせいにしてくれました。あんなにハッピーに働いていたのに。認めてもらえないだけで人間こんなにグレるんだと思って、グレて、すごく態度悪くなってましたね。そこでどうしてこう、ちゃんと一念発起したんですか。その態度の悪さが、気づいてた方と実は気づいてない方いるんですけど、実は上司に、4時から会議だから及川さん間に合うように帰ってきて、いや無理です、渋滞なんとかしてくれないといけませんとか、車でずっとね、はい、ショップをサポートする仕事をしてたもんですから、でこの資料こういうふうに直しておいて、こっちの方が分かりやすいんですけどなんでですかみたいなことを言うし、会議の時もそのちょっと空気を乱すような発言をしたりとかしてたんですね。でも基本では真面目だから、あんまり自分の中では表に出してないつもりだったんですけど、ある時ビジネスパートナーの中で組織をこうすごく引っ張ってる方がいて、その方とは会議で月に 1,2 度会うぐらいの方だったんですけど、若い頃からずっと見てくださってたりとか、ある時私を呼び出す、及川さんちょっと話が全部書いて終わったって言っかけに来てくれない、会社で喋ればいいのに喫茶店って何だろうと思って言われたから行くわけです。で、こういうふうになってしまったら、どうしちゃったのって言ってくれるんです。はい、もう見てられない、最近のあなたちょっと変だよ。なるほど。で、このままどんどん腐ってドブに落ちていくのって言われたんです。ぐさっときますね。そう、コーヒーに一つも手をつけず、で会議での私もちょっとした態度とかでそれに気づいて、実は仲間内では及川さんどうしようかどうしようって言ってたらしいんです。で、じゃあ私言いに行くわって言って一人で言いに来てくれて、目の前で言ってくれたんですね。で、その時に私、それまでは会社は分かってくれない、上司はサポートしてくれない、本社にいないと損だみたいな環境のせいにしていて、で仲間も結構いいこと言ってくれるんですよ。あなたが落ちるなんて会社は見る目ないわよねみたいな、私の味方に立って言ってくれるんですけど、その方はそんな事情全然わかんないんです。でも今のあなたがおかしいって言われた時に、はって、なんでこの人こんなことを私に言ってくれるんだろう、社員でもない単なるビジネスパートナーで、嫌われる必要はないんです、私に嫌なことを言って。でもわざわざ時間を使って私の機嫌を見てくれた、こんな小娘に30そこそこも、どうしてだろう。でしかも見てられない、最近どうしちゃったのっていうことは、ずっと月に何回かしか会わないのに私のことを気にして見てくれてるってすごいことだなと思ったんです。気づいたんです。あ、この人私に期待してくれてたんだ、それで心配してくれてた、で、あ、この人たちの期待に私は応えなきゃいけないなって育ててくれようとしてるわけ。なんかね、ちょっと目からうっとら嬉しかった。で、その方は多くを語らずに、
頼まないと分野地って言ってもって言ったら、ね、言いたいことはそれだけって言って帰っていくんですよ。コーヒーサイトまで飲まずに。女性だったんですけど、ああ、厳しいと思って。当時、多分50代後半、60代になってたかもしれない。母親ぐらいの年齢の方です。その方がそう言ってくださって、ね、すぐ上司に言って、今日はこういうふうに叱られました。ビジネスパートナーに。私、やっぱりおかしかったですかねって言ったら、上司が笑顔で、気づいたって言うんです。ずっと我慢してたんですね、上司もね。いつか気づくと思って。それぐらい、あ、人ってこう気にして見てくれてるんだって言ったときに、今まですごい自己中で、私は頑張ってる。私を評価してほしい。私のやってることを見てほしいって言ってた人が、周りに育てられてるっていうことに気がつくんです。そうすると、あ、私の後輩たちは、あ、私のやりたいことを実現しようとしているんだ。そういうふうに思っちゃったんですね。そうすると、今度は上司に話を聞き、怒られましたって言ったら、気づいたって言って、で、及川さんさ、本当にやりたいことは何なのって聞かれたんです。あ、私の本当にやりたいこと、なんだろうって思ったときに、私は今こうやって私を見てくれていて、私を育ててくれて10年、その時はもう十数年そこにいましたから、この組織を一流の組織にしたいんですって言ってたんですね。はい。そしたらやることがちょっと見えてきて、今まで自分の内なるもので自己中で考えてたことが、組織を一流にしたいと思った瞬間に見える世界が変わってきた。後輩を見るようになって、仲間を見るようになって、市場を見るようになって、今までも見てたつもりなんですけど、もっと深く見るようになって、読む本が変わって、ディスカッションする内容が変わって、話を聞きに行く人が変わって、明らかに世界が変わりました。読む本とかインプットっていうのはどのように変わったんですか？もうやっぱりやりたいことがもう組織を一流にしたいっていうので、要するにマーケティングとかマネージメントとか一流と言われる人の本を今までも読んでたつもりだったんですけど、もっと深く読むようになって、それに対してのディスカッションとかもするようになって、そこから昇格試験もう一度受けるんですよね。そうなんです。こうなったらもう一回受けなきゃいけないと思って受けると、今度は未来を語るんですよ。頑張ってる自分を語るのではなくて、もっとここをこうしたい、これからの将来5年後にこうなるためにはこういう戦略を取らなきゃダメだって言って未来を語るようになるんですね。そしたらそれ分かりますよね、やっぱり志が出てるわけですから。で、受かって、その後、じゃあ私は当時埼玉の事業所にいたんですけど、及川さんにじゃあ埼玉任せるかって急にそういう話が降ってくるんです。そこが転換期でした。いい方向に向きましたね、はい。その結果、こういろんな仕事を経て社長にまで上り、そうですね、まあ、やっぱり人間そんなに完璧じゃないので、その間にもいろいろ至らないことがあるんですけど、やっぱり何かうまくいかないことっていうのは自分の思考とか思想とか見てるところにやっぱりちょっとした狭さとか偏りがあって、なんかそれに気づくと次の一歩に行ける、そんな感じです。今まさにこのコロナ禍で皆さんのこの閉塞感があると思うんですけど、ここもやはり視点の転換が必要ですか？そうですね、なんかで今までできてたことがやれるように、今までできてたことがやれないようになりますよね。そうするとなんかがんじがらみで全てがやれなくなったって思うんですけど、これはどちらかというと新しいことにトライするチャンスですよね。今まではちょっと待ってって言ってた人たちが何か新しいことをやっぱりしなきゃいけなくなると、会社も挑戦してみればってやっぱり言いやすくなるんですよ。だって今までの方法論とは違うことをトライしたいわけですから。なので今は挑戦のチャンスかなって思います。でも社内もそういった雰囲気になってますか？で、変な話、私のようにキャリア30年ある人たちが経験してきたことが一切全く意味がなくなるので、例えば、若い世代の20代とか30代とかの人と一緒にフラットに考えて、これからの中どうなるんだろう、今何が必要なんだろうって言った時に、階層を飛び越えながら議論ができて、じゃあやってみればっていうのを、正解がないわけですから言えるわけですよね。今まではもしかしたら組織の壁とか役職の壁とか感じてたものがすごくフラットになる。で、地方の壁とかあったものがオンラインのおかげでもうあっという間に地方とディスカッションがどんどんできる。まさにピンチはチャンス、ピンチはチャンスですよね。そう、なのでこのピンチを、ピンチでは何もできないと思うか、やっぱり
変えてみようと思うかによって、また可能性ってどんどん広がっていくんじゃないかなと思います。やはりそれだけの経験をされて今のポジションにいらっしゃると、社長になって見える景色っていうのは違いますか？そうですね、よく言われるんですけど、やっぱり責任がそれだけ重い分だけ違ってくるのと、やっぱりいろんな方がいろんなアドバイスをくださるので、それはすごくありがたいです。あ、私にはない見方をこの方が持っているんだなとか、あ、こういう世界で頑張ってらっしゃる方はこういう視点を持ってるんだなっていうことで、いろんな方の視点に触れる機会が、実はポジションが上がれば上がるほど増えるんです。なので、先ほど私の課長になった時の拙い話だったんですけど、そこからやっぱり部長になる時に越えなきゃいけない壁もあるんですけど、その時にまた違う方とつながって、その方との見え方とか、いや、お母さん視点狭いよっていう苦言みたいなもので、あ、じゃあ広くするにはどうしたらいいんだろうって言った時に、一歩ずつ壁を越えていくっていう形ですね。昇格試験一度落ちた時のグレる時期も大事だったかもしれないですね。私あれグレてなかったらもっと天狗になってたと思います。ひたすらもうそう、ひたすら天狗になって、お山の大将になって、人に生かされてるというか、人がこんなに自分のことを気にしてくれて見てくれてるっていうことにもしかしたら気づけなくて、やっぱり私のやりたいことをどんどん後輩たちにやらせて、なんかミニ及川みたいな人を作ってしまっていたかもしれないし、彼女たちや彼ら の, キャラクターを消してたかもしれない。今すごくそれはね、今でももう十数年前の出来事だけど、もっとのびのび仕事させてあげれたなって今になって思ってます。そうですか。それでもやはりもう及川さんが今ここにいるっていうことは、もう皆さんの好きに頑張ってるでしょうし、もう愚かですよ人間はね。なので失敗して気づく、失敗して気づく、失敗して気づくっていうのを何個重ねるかっていうのが結構大事なんじゃないかなと思ってます。失敗はしても大丈夫ですか？そう、気づいて、でその失敗の中から学べることって死ぬほどあるんですよ。ちっちゃいことかもしれないけど、なんで何もかもが重要な経験で、私さっき左遷とかユニソワの移動とか昇格試験の失敗とか何でもやってきましたって言ってるんですけど、そこの先には昇格もしたし、ね、移動した先でのいっぱいの幸せもできたし、新しい仲間とかもできたし、必ずそれを覆すハッピーがいっぱいあったんですよね。最初はネガティブだけど、気の持ちようだったり、そこで気づいたことで最終的には今すごいハッピーになってますから、何でもやってみるっていうのがいいんじゃないですかね。最後にちょっと短くなるんですけれども、はい、これからやってみたいことをお聞かせ願いますか？はい、そうですね、これからやってみたいことは山ほどあって、まず私今まで人とのつながりをすごく、人とのつながりの中でいろんな可能性を広げてもらったので、いろんなつながりを作りたいなと思っています。で今リアルな世界でなかなかこうやって人と会えないし、人と直接つながることがなかなかままならないんですけど、オンラインだったり、まあ、今日もこうやって皆さんとこうに私の拙いお話をお伝えする機会をいただいてますので、いろんなつながりをお仕事上でもプライベートでも作っていきたいなと思います。化粧品会社なので、化粧品ってやっぱり夢と希望を売ってるんですよね。いろんな方のなりたい姿になる姿を売っているので、そういう可能性をたくさんお話ししながら、つながりをたくさん作っていきたいなと思います。ありがとうございます。それでは質問もたくさん来てると思いますので、質問の方に移りたいと思います。ご質問いかがでしょうか？はい、吉野さんからの質問ですね。女性ならではのキャリア分断、これをなくすにはという質問ですが、はい、これなかなか難しくて、そうですね、キャリアは実はね、分断してないんですよ。全ては経験で、さっき言ったように例えば子育てで1年間育休とか産休とかしなきゃいけない、これを分断と見るか、モラトリアムな準備期間と見るかっていうのは、結
結構大事で、出産育児って学ぶことの方が多いんですよね。そう、自分の意に沿わぬ人を動かすってマネジメントまさにそうなんです。人って必ず理解してくれないじゃないですか。で、子供って全く理解してくれないんです。でもその子供と向き合ってなんとかマルチタスクをこなす、もちろんワンオペであることがいいことではないので、夫婦でちゃんと協力してとか、あのチーム家族としてね、どういうチームビルディングをするかっていうのもすごく大事なんですが、それを分断と捉えてしまうと自分のキャリアの中で何もしない時期が1年あった2年あった社会的大丈夫かしらと思うんですけど、その間私は何を学べるだろうか、学べただろうかっていうふうに思うと、実は子育てってすごいチームビルディングが学べる、マネジメントが学べる。そうするとこう結果的に帰ってきた会社側の判断も、うん、そこでいろんなことを学んできたよねというふうに受け入れられるというように、だから声を大にしてお母さんたちが言っていただきたいのは、育休産休時間は分断ではなくて私にとっての学びの時間でした、絶対会社に還元できるということを言っていただきたいし、自分の可能性を広げることの一つですよね。そこを家族にも言って孤独にならないようにしてほしいなと思います。私自身今すごく励まされてます。子供もね、分かってくれます、ね、それでは続いての質問に参りたいと思います。大畑さんでしょうか。視野や視点を広げるために取り組んでいることはありますか、はい、という質問です。これ結構あるんですけど、はい、大きくまずね、本を読むこと、はい、私結構深く読めないんですけど、本は気になったら次々読むんです。どういった本が多いですか。ビジネスもあれば小説もあれば、それこそ今話題になっているベストセラーと言われるものは大体読むんですけど、本って自分以外の誰かの目をそのままもらういいきっかけなんですよね。なのでつまんなかったらとっとと諦めるっていうのもあるんですけど、とにかく本を読むっていうのが1点と、あとは人と会う、できれば社内の人だけではなくて、社内の人と会うこともすごい大事なんですけど、違う仕事をしている人だったり、違う経験をしている人だったり、年齢の上の人だったり、すごい若い人だったり、でそれ自分で作ることがなかなか無理だったら、お金払ってでもディスカッションとか、例えばあるじゃないですか、はい、研究会とか、そういうところに参加して、この間は大学生とディスカッションしてすっごい学びが多かったです。今時こんなことを考えているんだ。で考え方の違いが面白いですよね。他社 の, 若い社員の方と話してると、分かりやすく経営者批判とかするんですよ皆さん、はい、うちの経営何も分かってないとか言われると、私自分が言われてるような気がして、自社の社員だと、お母さん経営分かってないですよねって誰も言ってくれないんです。でもそういう風に見えるんだっていうと、すごく学びがあるので、いろんな人に、やっぱりさっきのつながりじゃないですけど、いろんな人に会っていただくといろんな視点が見えると思います。ありがとうございます。続いての質問です。森田さんからの質問です。男性と女性が同じ立場で活躍できる会社にするための工夫は何ですか。はい、これもなかなか今 の, 日本の課題ですよね。ジェンダーギャップ120位ですから、なかなか難しいんですが、まず一個は、女性が自分の可能性を信じること。まずは自分に信じること。そう、さっきの時短だとか、子育て中だから5時に帰らなきゃいけないとかっていう物理的なことは絶対あるんだけれど、でもそれって本人の能力を狭めてることにはならないじゃないですか。なのでしっかりと自分は、私は何ができるだろう。で、女性って結構できないことを数えがちなんですよ。残業できないとか、夜のなんか飲み会に出席できないとか、なんか数字は苦手とか、でもできることを数えて自分の目の可能性をちゃんとアピールする。それと同時にやっぱりベストワーキングして、男性女性関わらず、これからもっと良い会社にするためにはどうしたらいいかっていうのを、ワーキンググループでも何でもいいから、こう自分のやりたいことをピックアップしてアピールすることって大事なんじゃないですかね。あとはもう会社、これは会社の経営者の方に言いたいんですけど、しっかり自社の状況を捉えて、今日本の社会は多分 OS がまだ男性 OS なんです、うん、そこの違和感っていうのをどういうふうに解消していくかっていうのを社会全体で考えていかなきゃいけないなと思います。そういうには、そういう、
が私みたいにね、あの、うん、まあ、女性で慶応になってるものが、あの、一つ一つやっぱり声を発していくっていうのがすごく大事なんじゃないかなと思います。ありがとうございます。本当にもう全てのメッセージが本当に励まされる、そんなセッションでした。それでは最後にご覧いただいている皆様、乗り越えようとしている視聴者の皆様に一言メッセージをお願いいたします。はい、あの、先ほどから言ってるんですけど、やっぱりつながりが、あの、壁を壊すなと私は思っていて、あの、つい、あの、自分だけ大変だと自分の内なる、あの、世界に入り込んでしまって孤独に戦っていくんですけど、壁って、あの、叩いたり壊したり、やっぱりよじ登ったりして越えていくんだと思うんですね。なので壊したいって言ってください。大変ですって。で、そうすると必ずつながってくださる方がいて、一緒に登ろうだったり、一緒につるはし持ってくれたり、一緒になんか穴掘ってくれたり、いろんな声方を、あの、みんなでできるので、やっぱりつながりは可能性を作るかなって思ってます。本当に及川さん、ありがとうございました。ありがとうございます。続いてのセッションは株式会社ポーラ。続いての講義は、平川食品工業代表取締役、平川博一さんです。倒産寸前だった実家の豆腐屋、いくつもの大きな壁に直面しながら、再生、そして成長していくまでのサクセスストーリーです。はじめまして、九州佐賀県で佐賀平川という豆腐屋を営んでおります平川と申します。私は豆腐屋のせがれとして生まれ育ちましたが、将来豆腐屋にだけはなりたくないと思っていました。朝は家族で食卓を囲み、父親はスーツで出勤する、そんな生活に憧れていました。大学では豆腐とは全く関係のない土木を専攻し、卒業後は運輸省、今の国土交通省に入りました。本当に激務で、毎日夜中までよく働いていたと思います。そうしているうちに、今の生活を続けていくことが本当に幸せなんだろうか、そんなことを考えるようになりました。そして母親には泣きながら反対されましたが、2000年、私が28の時に
運輸省を退職しました。起業してもっとワクワクするような仕事がしたかったからです。その後一時的な腰掛けのつもりで実家の豆腐屋に入りました。当時従業員十数名の会社です。かろうじて利益は出ていたので深くは考えずに入社しました。ただ入ってみると衝撃的な状況でした。実質赤字で債務超過、銀行からも目いっぱい借り入れをしていました。支払いも滞っていて督促の電話が頻繁にかかってきていました。その上取引先の地元のスーパーからはお宅の豆腐おいしくないから来月から持ってこなくていいよと言われました。おまけに豆腐を作る機械もメンテナンスできずにたびたび壊れました。とんでもない状況です。そういう中で父から銀行からお金を借りたいから保証人になってくれと頼まれました。代表者が保証人になるだけではお金を貸してくれなかったのです。不渡りを起こさないためには保証人にならないという選択肢はありませんでした。とにかく立て直さなくてはと腹をくくりました。ここから私の挑戦が始まりました。経営も営業もしたことのない自分に何ができるのか、ネガティブな要素ばかりの中で一つの希望を見つけました。温泉湯豆腐です。地域性が強く他にはない商品で、それを通販で販売する仕組みがあったのです。通販はスーパーへの卸に比べ利益率が高く回収も早いので通販しかないと思いました。出荷作業を内製化し送料の価格交渉をしてさらに利益率を高めました。そして思いの丈を綴った手紙を注文用紙に添えて既存のお客様に送りました。するとありがたいことにかなりの反応があり、お歳暮シーズンには徹夜で一人黙々と出荷作業を続けました。温泉湯豆腐はさまざまな方に届いたようです。年明けにはなんと薬味つるさんがテレビで温泉湯豆腐を紹介してくれたんです。それはものすごい反響で数日間注文の電話が鳴り続けました。どうにかなるかもしれない、そんな手応えを感じました。その後も私は相当頑張って通販だけではなくスーパーへの卸も開拓しました。その結果3年で売上は倍増し、利益率も劇的に改善することができました。そして手狭になった工場も増設、ボロボロの機械も更新してスタッフも増やしました。依然として資金繰りには苦しみましたが、とにかく前に進むことだけを考えていました。しかしその翌年大きな壁が立ちはだかりました。一つ目の壁、大豆価格の高騰です。国産大豆が大不作で高騰、倍の価格になったのです。工場増設の影響で固定費も上がっています。豆腐は価格に敏感で値上げをすると大幅に売上を落とす可能性があります。通販が伸びてきたとは言っても売上の大半はスーパーに卸している一部の商品に依存、その商品が売れなくなるということは死活問題でした。このためどうにか値上げをせずに1年間乗り切ろうと考えました。大不作の翌年は大豆は順調に育ち豊作だと言われました。豊作になってくれれば大豆の価格も下がる、そう思っていましたが、最悪なことに収穫直前2つの大型台風が佐賀を直撃。このままでは大豆がさらに値上がりすることは確実でした。弱り目にたたり目、とんでもない状況でした。私はこの難局をどう乗り越えるか必死に考えました。いろんな人がいろんなアドバイスをしてくれますが、誰もその責任を取ってくれるわけではありません。それにこの会社のことは世界で一番私が考えて、そういう自負がありました。最後は自分がもしまた同じ状況になったら間違いなく同じ判断をするという確信が持てるまで考え抜きました。そして自分を信じて一気に動き出しました。
その結果、資金繰りはしばらく綱渡りではありましたが、奇跡的に困難を免れ、どうにか難しい局面を乗り切ることができました。その2006年に会社の代表になりました。しかし、その後もたくさんの大きな壁がありました。2つ目の壁、人の問題です。通販が伸び、利益を生んではいましたが、聖母期の12月だけが極端に売り上げが高く、平月の倍以上、閑散期の 3.5 倍といういびつな形になりました。12月は毎日長時間の残業になるのですが、夏は暇で赤字。しかも夏の現場は猛烈に暑く、労働環境は非常に悪い、ブラック企業そのものです。当然、人は定着せず、採用しても採用してもすぐに辞めてしまうような状況が何年も続きました。技術の継承もできず、唯一頼りになった工場長も定年退職。一時は素人集団でお豆腐を作ることになりました。その結果、不良品の山ができ、さらに労働時間が伸びていくという悪循環に陥っていきました。売り上げは順調に伸びていくのに、現場は崩壊寸前でした。そういう状況の中、3年前に工場を倍の規模に増設しました。そのおかげで品質上がり、生産性は大きく向上、残業時間は大幅に削減し、休日は増えました。労働環境も劇的に改善することができました。しかし、その一方で、人気店になりつつあった店舗でも問題が発生しました。工場の改善を図っている間に、店舗スタッフとのコミュニケーションが希薄になったことが原因です。結局、集団退職という事態に発展し、痛い思いをしました。そして、3つ目の壁、地域との壁です。主力商品である温泉湯豆腐は、もともと嬉野温泉発祥の湯豆腐です。私たちの会社は隣の武雄市にありますが、温泉湯豆腐を作り始めるとき、嬉野温泉に話をして、一緒に広めていきましょうというところから始まっています。ただ、私が必死になって売り上げを伸ばしていく中、嬉野温泉で温泉湯豆腐推進協議会という団体が立ち上げられ、よそ者である私たちを明らかに排除しようとする動きが見られるようになりました。その後もどこからかは分かりませんが、脅迫めいた手紙が頻繁に届くようになりました。もちろん、ごく一部の人によるものだとは思いますが、誰もが私に敵意を持っているように見えて、人間不信に陥りそうでした。この人おかしいんじゃないかな。ですが、長期的に続けていくためには、どうしてもこの問題を解決しないわけにはいきません。このため、嬉野に直営の店舗を作り、拠点を設けることにしました。当時にしては相当な投資で、あらゆる人から猛反対されました。ですが、嬉野に拠点が絶対に必要だと思っていたので、どうにか資金を調達し、11年前にオープンすることができました。当初は採算ラインの4分の1しか売上がない状態が続き、本当に苦しかったです。しかし、5年10年と時が経つにつれて、多くの方に知られるようになり、今では人気店と呼んでいただけるようになりました。そうやって時間とともに地域に溶け込み、ようやく信用も得ることができたのかなと思っています。この2年間には2回の大きな水害とコロナという壁がありました。壁を乗り越えるごとに会社は強くなり、お客様、従業員、地域社会というステークホルダーの信頼が積み上がっている感じています。そうして、家業を継いだ時には到底たどり着けないと思っていたところまで来ることができました。自分自身驚いています。思いが叶うということは本当なんだと感じています。来年、武雄温泉の一等地にフラッグシップとなる店をオープンする予定です。役所を辞めるとき、いつか居心地のいい空間を作りたいと思っていましたが、ようやくそれが実現できるところまで来て、本当にワクワクしています。今度は食を通じて武雄温泉の活性化を図っていきたいと思っています。最後に、ここまで来ることができた要因を一つだけ挙げるとするならば、覚悟だと思います。
覚悟とは真正面から困難と向き合うこと。覚悟があれば大抵の壁は乗り越えられると感じています。実際自分ではどうしようもないと思えるような壁に何度も遭遇してきました。そんな時どうするかは人それぞれだと思います。誰かに頼る、もしくは成り行きに任せるなんてこともあるかもしれません。しかし私は50年後を見据えて覚悟を持ってとことん考えることで一つずつ乗り越えてきました。それは自分の意志が未来を作るからです。そもそも壁にぶつかるとは挑戦している証拠。これからも壁にぶつかり続ける人生を歩んでいきたいと思っています。平川さん、どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。壁にぶつかるとは挑戦している証拠、今だからこそおっしゃれるかもしれませんけれども、壁に当時ぶつかっている時にはそういうふうにプラスに捉えられたもんですか？いや、その時はやっぱりそうではなかったですね。いろんな壁を乗り越えてきて初めて今だったらどうにかなるなっていう自信があるから、そういうことが言えるんだと思います。そうですね、はい、壁大きく3つ挙げてらっしゃいましたけれども、それ以上に何枚もの何枚もの壁がだいぶあったように感じました。そうですね、はい、実際これは大きいのだけ挙げてるんですけど、細かいところはいっぱいあって、はい、実際本当に心折れそうなことは何度も実際ありますかね。実際に今ご質問いただいた中でも、そのメンタルについてのご質問がありました。ご紹介しましょう。まず榊原さんからありがとうございます。先行きが見えない中でも踏ん張れたこのモチベーションというのは何だったんでしょうというご質問です。それはやっぱりこういう厳しい中でも何かが希望があればいいと思うんですよ。はい、一つはやっぱり温泉湯豆腐というのがあって、本当に今の現状はすごく苦しいんだけれども、これはいけるかもしれないっていう温泉湯豆腐という希望があったんですよね、はい、それがあったから頑張れたっていうのはあります。今の次の夢や野望というのはありますかという橋本さんからのご質問です。我々豆腐屋としてずっとやってきたんですけど、豆腐の製造メーカーというわけではなく、やっぱりそういうものを提供する世界観を表現できる場所っていうのを作っていきたいなとは思ってますね。寒い時期ですから、これから温泉湯豆腐が、はい、食べたくなる季節になるかもしれませんね。ありがとうございました。皆様、平川さんに盛大な拍手をお送りください。ありがとうございました。お疲れ様でした。皆さん、ご視聴ありがとうございました。そういうことで、おやすみなさい。じゃあねー。